はい、こんばんは。こんばんは。今日2度目のライブ出演です。今日は、桜井の駅跡を見学させてもらった後に、倉田さんのお宅に今お泊まりに来させてもらっています。こちら、こんばんは。はい、南光研究会倉田美春さんです。よろしくお願いします。今日2回目です。2回目です。はい、いや実はね、その単にお泊まりって思われてるかもしれないけれども、うん、実はこれすごく、ね、深い意味があってですね、うん、昔、うん、670年前の延元元年5月21日にうちの先祖の楠木正成が実は彼女のお宅に泊まってるんですよ。ね、670年前に、はい、うん、で、今日また再びね、日はちょっと違うかもしれないけど、でも7月12日だから、あ、そうだ、ほんまや、ちょうど今日や、今日やん、7月9日に、そうやん、そう、だから旧暦で言うと、そう、旧暦で言うと、5月やけど、そう、7月12日が、わかりますこれ皆さん、ごめんなさい、すごい超オタクな話で申し訳ないんですけど、ついてきてる話、5月25日がね、延元元年5月25日が湊川合戦の日じゃないですか、わ、うん、かりますよね皆さんね。でそれを新暦に今の暦に直すと7月の12日なんですよ。でも今日は一応9日や、だから決別の日や、ちょうど3日前やから、3日前、4日前やから、そうだから、だからちょうどまさに先祖が、いやちょっと鳥肌立つんだけど、マジでできた、そうだから、わかります皆さん、逆算してもらったらちょうどぴったり、今日がまさに今日が、今の新暦でいうところの桜井の決別の日だったわけですよ。これ偶然ですけどね、偶然ですよ。私も今話しながら、はい、こんばんは、どうも皆様こんばんは、見に来ていらしてくださってありがとうございます。いや、すごい偶然に今めちゃめちゃ気がついたんですよ。実は新暦で、7月12日が5月25日の春節の日なんです、湊川の。わかります、うん、あと3日後ですよ。で、今はその3日前ですよね、追ってるっていうことは、ちょうど、桜井の決別があった5月21日から22日にかけて、この日の晩に彼女の家に泊まったわけです、うちの先祖が、うん、で、今から670年前のちょうど今日同じ日に先祖が泊まってるわけ、彼女の家で、私今日泊まらせていただいてるの670年ぶりに、まさに今日この日なんですよ、うん、旧暦と新暦で約1ヶ月半ずれますからね。実はそのことに今私話しながら今それに気がついてゾッとしたんですけど偶然ってすごいよね。だから結構偶然っていう、必然の、必然っていうことですよね。そうだから今日、朝の動画を見てくださった方々、うん、ね、ご存知かもしれないけど、雨がパッと上がって、土砂降りの雨が上がって晴れ渡ったのよね、うんうん、あの奇跡っていうのは、あれもまた必然だったんだなっていうことを今お話ししながら感じた次第です。いや、本当にお導きっていうのがあるんだなってことを今話しながら、鳥肌立ちながら今話してますけど、はい、こんばんは皆様、ありがとうございます。南光研究会の参助会員でもあって、でなおかつ私の先祖を670年前にお泊めくださった、当時は清水というお名前でね、名字がお嫁に行かれて今倉田さんになっていらっしゃいますが、旧姓は清水さんで、その清水家が楠木氏の陣屋を務められて、670年前のちょうど今日です、まさに今日ですに、泊めさせてもらってるんですね、うん、で実は今日ね、私たちそのなぜ、桜井の駅に行ったかっていうと、ちょうど彼女が、そうそう、これこの展示会があったな、あの島本町、大阪府島本町というところに、桜井の駅という史跡がございます。皆様、間違ってもですね、桜井っていうのは奈良の桜井では、ございません。大阪府の島本町というところが、桜井の駅でございます。でそちらの方に、島本町立歴史文化資料館っていうのがありまして、そこでこの倉田さんの、
何代か前のねご先祖様、ちょうど江戸時代の中期から後期にかけてですかねのご当主さんが、そのずっとずっと前の、ご先祖が楠木正成をうちの家は止めたんだよっていうことを後世に伝えるために焼き物ね、陶器を焼いてそこに菊水門を焼き付けて、そして売り出さはったんですっていうものが、実は今現在、また再びね発掘調査でそういうものがあるっていうことが分かってですね、でそのご当主のずっとずっと、何代かとかな5代6代どれくらいかなあとの、ね、ご末裔がこの彼女さん倉田美晴さんで旧姓清水さんということで、はい、これを今日ね見に行ってきたわけ。会員さんたち限定の企画だったんですけど、研究会にねみんなで見に行ってきて、学芸員さんからと彼女からいろんな話を聞きながら、見てきました。で日にちが8月、ほらコロナの関係で、コロナの関係で日にちがね非常に限られていてですね、8月1日までらしいです。これ7月4日になってるんだけど8月1日までやってますので、ぜひ関西近郊の方とかね興味があるよっていう方なんかはいらしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、でね、今ちょっと彼女とまあそんな先祖のね、うん、お互いの先祖の思い出話とかなんていうか、そんな話をしながら、過ごしたんですけど、ふと彼女が「あそうそう例の掛け軸見る」って言って、その当時のご先祖が正成と正面がちょうど決別されるその場に立ち会ったご先祖が、その時の様子をね、写真がないからね、写真がないので絵として残された掛け軸があるということで、今なんかふとこう彼女が今そこに目の前に持ってきてくださったんですけど、ちょっと開けてもらってもよろしいですか。はい、はい、これなかなか残ってないお宝なんです。まずこんな感じで、はい、もうすごく古いもので、これいいですか、ちょっと返しますね、はい、これちょうど南北朝時代の、お軸だそうで、倉田さんが、ね、ずっと大事に今管理されていらっしゃいます。はい、はい、で裏書きがそう、はい、5月、25日、建武3年5月25日、この上の運行寺の大縁義龍大孤児っていうのは、これは正成公の法名ですね、うん、法名を書かれていて、そしてこの建武3年っていうのが延元元年のことでですね、正成公のご命日を刻んでいらっしゃいます、はい、で実際に彼女の家に泊まられたのは、5月この年のね5月21から22にかけて泊まられたということで、今日まさにこの日だったっていうことで、いや本当に驚きでございます。でこれが、その当時南北朝時代の巻物ですね。もうちょっと近く来ていただいて、はい、はいはいはい、今から開けます。開けていただきます。すごく古いものなので年代、おお怖い怖い怖い、大事、はい、見えますかこれ皆さん、ねこれ、正成公がこの方です。そしてこっちちっちゃい子、この子供ね、これが正面公です。そしてここでこうお辞儀をうやうやしくされてる方、これが御地左近です。楠木正成正面2代に仕えた、森役だった御地左近ですね、桜井の駅まで正面公は一緒に正成公と一緒についてきていたんですが、父はもう死ぬ戦いに出るのでお前はまだ11歳だから河内へ帰りなさいと諭して、そしてその付き人としてつけたのが御地左近です。御地左近はこの桜井までは自分は一緒に港川で散る覚悟で来ていたんですが、ところが正成公がこの我が子を次養育してくれとこの御地左近に託してですね連れて帰らせるわけです。御地左近は主君に忠厚を尽くすべくついてきていましたが、涙ながらにですね主君と別れを告げ、新たな使命としてこの2代目のこの子を育てるんだと、まあ、そういう固く誓ってですね河内に一緒に帰っていった、そのまさにその場面っていうのがこの彼女、今持ってくださってる彼女のお宅の自宅で取り行われたというね、その証拠の絵でございます。はい、で山下さんが裸足っていうのが何よりも、あそうそう、足袋をねこう履いていて、草履は履いてないんですよね。だからおそらくはですね、この実際の、まあ、当然ですけど野外でねこんな話し合いが行われるわけがないわけで、どこで話し合いが行われたかというと、この清水さんの
ご自宅内で行われたということが、これが何よりの証拠でございましてですね、兜も脱いでいらっしゃるし、草履も脱いでいらっしゃいます。はい、そしてこれが片身の担当ですね。でここにある絵巻物が、遺言書というか遺訓書ですね、あの正成公の家訓書がここに手渡されたという、まあ、そのまさに場面を描いた、これちょうど南北朝時代の建武3年に書かれたものですので、本当に古くて折り目もねたくさんついてますけど、本当に670年間ねこうやってご先祖が大事に、ね、してこられたんだっていうことね、本当にすごいことだなと思って、見ております。ありがとうございます倉田さん、本当に重要なもの。で裏にですね、3文が書いてあってですね、まあ、これがどういった経緯で書かれたものかと、当時の暦王元年ですので、1338年ですねの、11月に当時の当主だった清水康光という方が、この絵を書いたと。そして3文によるとですね、楠木正成正連の親子の中婚の事跡を後世に残すべくその姿を描きましたということが書いてございます。はい、ということでその思いがねこうして600数十年にわたって紡がれてきているというのが今目の前で、見せていただいているこの絵に表されているわけでございます。倉田さん、お宝を見せていただきましてどうもありがとうございました、はい、大事にね、大事にしまってくださいね。はい、はいはい、ありがとうございます。ということでね、本当にあの彼女もすごく一生懸命熱心に自分の、ね、ご先祖の足跡をたどるべく、あの今研究会でねあの熱心に勉強されていらっしゃってた、私もね彼女から教えていただくことも多いし、本当にねあのいいメンバーに恵まれたなと思って、うん、本当にありがたいなと思っています。あとなんか資料館でなんかファイリングをされたものも今ちょっと一緒に見ておりました。現物が今あのこちらの方に置いてあるので、すいません写真しかないんですけれども、こういった形で、うん、今そうそう資料館に先祖はみんなあのやっぱり楠木正成公を尊敬してたので、こういった焼き物を作っておりました。うん、そうそう、あの一時すごく人気があったよね、その焼き物がね。そうそう、でこの焼き物もすごいんだけど、あと当時のその桜井の駅がどんな様子だったかっていうのを写真で残していらっしゃってて、でもちょっと今ね寄付してるからね。そうそうそう、あでこれがすいません、そのうちの家ですね、近づけてみるかな、ここだね。この建物が今はもう取り壊されてないんですが、楠木正成がおそらくは泊まった時代もこれとほぼ近い形であったと思われます。これが、楠木正成の陣屋だった清水家の、邸宅の写真でございます。ありがとうございます、貴重なお写真、うん、ありがとうございました。はい、こうしてね、形になって残ってるとすごく想像がしやすいというか分かりやすくていいですよね。うん、あの今日はね、まあ、こんな資料を見せていただきながら、一日過ごしているという感じで、でその後あの先祖の足跡をたどろうじゃないかということで、うん、泊まらせていただいております。楠木正成当時はねお酒を持ってきたなって、当時、ね、お酒を持ってきてあのお礼に置いていかれたっていうので、うん、あの前回私泊まらせてもらった時も日本酒をね、そうです、はい、で今日その山下さんが、はい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 、今日お墓参りまで、今日ね、そうそう彼女のねお墓参りも行ってきたんですけど、でここに楠木氏の陣屋清水家っていう、墓碑に刻まれておられますね。はい、陣屋ということが刻まれていらっしゃってて、でこのお墓参りも今日連れて行っていただきました。はい、で、まあ、あとはね、あとはこんな感じで、そうそう、これがねあの桜井焼きっていうのが正式名称らしいんですけど、うん、彼女の当時のご先祖さんが焼かれたもので、窯元として焼かれたもので一世を風靡したらしいんですけど、大正頃にはその窯がも閉じられてね、今は現存していないので幻の窯ということで、今回ね、展示が決定されたらしくてですね、これがその目録になりますね。本当にね素晴らしい一品ばかりで、今の現在ではなかなか焼かれないような珍しいものが多いので、うん、ぜひね、おそばに近くに来られた方は資料館の方立ち寄っていただけると、また新たな発見をしていただけるんじゃないかななんて思ったりいたします。
正式名称は桜井焼きですが、通称南高焼きとも言われたそうで、菊水の門なんかがね、こういうふうに描かれているのが特徴だったりします、うん、はい、っていうことでございました、はい、ありがとうございます。本当に今日は貴重なものをたくさん見せていただけたのが本当に良かったです。今日も黒かな、こっちもね、そうそうそう、はい、はい、というわけで先ほど掛け軸見ていただいた方は、桜井の決別が一体どういう形で行われたかっていうのをリアルに見ていただけたんじゃないかなと思います、うん、でくしくも今日7月9日が5月、21日22日のまさにその日に当たったっていうことで、もう本当に全身鳥肌っていう感じです。で明日はまたこれが本当に偶然なんですけど、偶然に四条ナーテのまさつらの会さんの方でね、私今から4年くらい前に第3回クスノキまさつらシンポジウムで講師を務めさせていただいてて、そのご縁でですね、来賓でお招きをいただいてますので、よかったら彼女一緒に来ないってことでお誘いして、一緒に明日市場のあてに行くんですけど、もう本当にね、なんか全てがこう動きがつながってるなと思って、なんか不思議だなと思ってます。本当にお導きだなと思ってます。はい、というわけで、先祖の思いをつなぐべく今日は、ライブ配信ということでね、こう私こう再生ライブをすることもなかなかないんですけれども、本当に懸念すべき、実績の一つじゃないかなって思ったりして、うん、今日はライブをしております。後ほどこのライブの動画は YouTube でも上げさせていただきます、うん、ちょっと編集しますけどね、うん、そんな感じでまた YouTube の方でも見ていただけたらと思います。倉田さん何か一言。またいつも山下さんから本当に歴史のことをよく教えていただいてるんですけれども、とりあえず私も今旧暦のことをすっかり忘れてまして、本当はできるほら勝手に5月25日とか、まあ、4日前だ5月21日、5月とばっかり思ってたんです。実際はやっぱりこの暑い夏だったんだなと。12日、ね、はい、で12日はくしくもですね、うんうん、港川の方がもう例祭ができないので、今職員はやってます、職員やってるんだけど一般参列が今できないので、うん、自分たちの研究会の方で、うん、正成のヤシャゴにあたるクスノキ正重って書いて正成って言うんですけど、その正成が残した宝刀刀、うん、剣が、三重県の稲部市の三重県の桑名だ、ごめん、うん、桑名の多度大社っていうところに、うん、納められてるんですって。でその正成の宝刀を特別に見せていただくっていうことで、うん、7月12日のその御命日の初、そうそれに合わせたやん。それに合わせたんですよ。実は7月12日の今度の第32回南高研究会は、うん、なぜ7月12日かっていうと、うん、あれは正成公の御命日に合わせてるんです、うん、だから港川でも5月25日の南高祭っていうのは皆さんよく知っててくださってるんだけど、うん、7月12日の例大祭は案外ご存じないんですよ、うんうん、でも神社側とすると重んじているのは南高祭の方よりも例祭7月12日の小月命日の方を重んじているのは当然で、うん、そっちの方がもともと戦前は関西って言ってその国家を挙げてお祭りをするっていうものだったんですね、うんうん、だからそういう重要な日なんで7月12日は。で今日はそのちょうど3日前だから、うん、朝に桜井の駅で親子が決別したその正月の日だったっていうことで、びっくりな感じのラストでしたいや本当にすごいすごいわ神がかりやん、うん、はい、というわけで長々と長時間にあたりましたが、はい、こういうね記念すべき日でしたので、うん、ライブとさせていただきました、長時間お付き合いいただきましていつもありがとうございます。皆さんどうもありがとうございます。ご覧いただきましてありがとうございます、うん、はい、では、また後ほどですね、YouTube でも上げさせてもらいます。どうも今日はありがとうございました。倉田さんもありがとうございます、はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました、はい、じゃあどうもこれにて、ライブ配信を、